ねえ、ちゃんと食べれるんだよね。ね。ああ。ね、いや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 。うん。人とったのがいいか。介護できていることがこんなに幸せなのかなというところは自分の気持ちの中に今ものすごく溢れ出てきてます。だからこの幸せをいつまでもこう続けていきたいなというところに、家内の介護をもう一度、リハビリじゃないんやけど家内の介護をもう一度、考えて、頑張ってみたいなというところが今日もこういうところに来れて、最高の幸せやなと思っています。はい、立つよ。デリーの3。はい、しっかり立つよ。はい、頑張れ。おお、立った。偉いな。はい、立っといてよ。これが一緒に座る。よいしょ。おっ、よいしょ、ご主人つとむさんについてはですね、れいこさんとても愛しておられるっていうのよくわかるんですね。いつもお出かけするのも必ずお化粧して一生懸命きれいに整えて出かけておられる。で、出かけるのもやはりね、大変なことだと思うんです。車椅子準備していろんな荷物もね抱えて持っていかないといけないので、大変なところれいこさんのために公園に行かれたりね、お出かけされたり旅行に行かれたりということで、帰ってきたら本当に疲れておられるかもしれないけど、れいこさんの笑顔のために一生懸命されてるっていうのは本当にいつも私も感心しています。はい。で、あとね、好きなものを選んで買ってこられたりとか、お洋服も選んでね、れいこさんの好みのものを選んでこられたりとかいうので、いつもれいこさん第一に考えた生活をされておられるんで、とても私がれいこさんだったらすごく嬉しいなっていうふうにいつも思って見ています。はい。で、はい、変更はこことここだけですね。今月、3月についてはね。竹雄さん、いつも外へね、気になって出て行かれるんは誰か探してるんですか？そうやな。誰探してるんですか？誰かないな。誰かしら分からんけど気になって探してるんですか？そうやな。その人今いてます？いや、いてる時もあるし、いてない時もあるし。いてる時もあるし、いてない時もある。うん。今いてます？いてるな。どこにいてます？今泣いてるとこね。何か目的があってそういう行動されるんですけど、まあ、今僕自身関わりさせてもらって思うのは、ご両親のことをすごく探されてて、すごくお父さんのこととかお母さんのことをすごく真剣にどこやどこやと思って探されてるんかなっていうふうに、普通に見たらおかしなことがね、本人にとったらやっぱり本当に分からなくて、実際に今いてるのにいてないって認識してしまうのはやっぱり認知症の特徴かなっていうのと、やっぱりその時に、あ、お父さんお母さん探してるんですね、一緒に探しましょうかとか、やっぱりそういう温かい言葉をやっぱりかけてあげることが
千葉の認知症ケアにつながるんかなって思ってます。お父さ ん, ん後ろお父さん置いてんの、うん、押してくれてますよ。子供さんね、いつも3人娘さんいてますけど、お父さんの方がいい、お父さんの方がいいですけど、娘さんも可愛いですね。あ、大事ですね。みんな可愛い、みんな可愛いね。あきおさんは可愛い、可愛いですか。うん、可愛い。うん、あきおさん、ん、今幸せですか。幸せです。にちこさんはそうです、幸せです。美しいなね。え、お父さんお母さんも見てるかもしれないですね。あ、でもみんなの力でね、誰一人かけてもね、ここまでなかなかね、元気になることってなかなかないと思うんで、本当に良かったです。うん、まあいい元気はあったな。普通じゃん。去年の12月10はな、11月か12月かな、退院してからも、ほんまにどうなるんかなと思ったけど、そろそろ悩んだりな、どうするうちで言ってたぐらい、言ってたぐらいやったけど、今そんな見えないですもんね。そう、うん、ね、本当に、うん、物も言えへんだもんな、猫、うん、もせえへんしな、うんうん、お兄さん自身が一番、うん、よく頑張ったんだと思うね、耐えてね、うんうん、一番しんどかったよなと思って、うんログ人間なんですけど、私のために別に連絡をくださったり、そしたり、まあ、今日の公開講座の受付も自主的に、参加、皆さんがそれぞれ参加してくださったり、お互いに補える力を出し合ってるっていうことを非常に強く感じてます。で、私ができない部分、私が苦手な部分を他の人が補ってくださいますし、ですから、まあ、本当にこの代表として盛り立ててくださってるっていうことをすごく感じております。運営員の一人一人が力を出し合っていただいてるなっていうふうにとても嬉しいし誇りに思ってます。まずこれね、研修会ではこの議員というのは国連の方に、それこれなので、まあ、受付を置いたら会場でも歩いてもらってというので、まずこれです。でもう一個ね、これは懇親会の時にもらう。でこれは国連なんですけど、こっちは今日のそのネパールのお店の、
シェフお願いします。ありがとうございます。パッションの方を始めさせていただきます。コーディネーターに引き続き、郷さんよろしくお願いいたします。最後のご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。1000円で子供たちの10キロのお米が買えるそうです。ありがとうございます。後であの回します。皆さんね、あの乾杯の方よろしくお願いします。そしたらあの、乾杯をしたいと思います。改めて私たち の, あの大きな絆のために、そして今日は第2弾としてもっともっと盛り上がりましょう。乾杯。ちょっと運んでいくというような運動を考えております。頼むよ。はい、また写真を撮ってご報告させていただきます。はい、はい。